グランツはアメリカ合衆国ニューメキシコ州シボラ郡の都市。人口は2000年の国勢調査で8806人。シボラ郡の郡長所在地である。グランツはカナダ人の兄弟が地域を通る新しいアトランティックパシフィック鉄道の1区域を建設する契約を発注された1880年代の鉄道キャンプとして始まった。 グラント兄弟のキャンプは最初グランツキャンプと呼ばれ、次にグランツステーション、最後にグランツとなった。町は隣接するズニサンム役の伐木の鉄道による搬出の結果反映し、後にアッチソントピカサンタフェ鉄道グループの一つとなるアトランティックパシフィック鉄道の区分地点としての役割を担った。1930年代の伐木の落ち込みの後、 グランツワが主衆国の人参の首都として有名になった。農業はブルーアウター貯水地の建設によって支援され、地域の火山性の土は農業に理想的な応対を提供した。グランツワ観光客と旅行者、そして料理を提供するビジネスをもたらしたルート66上にあるその位置からも利益を得た。街の歴史の中で、 おそらく最も忘れられないブームは、ナバホ族の牧師のパディ・マルティネスが、ヘイスタックメサ近くに、ウランコを発見した時に起こり、1980年代まで続いた最高ブームの火付け役となった。最高の崩壊は街を不況へと落としたが、しかし、地域の観光と名称値への興味によって、復活を享受している。グランツは、 北緯35度9分19秒成形107度50分32秒、北緯35.15528度成形1 0 7 8 4 2 2二度、3 5 1 5 5 2 8 1 0 7 8 4 2 2二に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によると、都市の総面積は35.4、軽平方メートルで、すべて陸地である。グランツは、 エルマルパイス国定記念物の巨大で最新の溶岩、原の北に位置している。近接するのは、サンマテオ山脈、地域の最高峰であるテイラー山、そしてズニ山脈である。この地域は主に高地の砂漠地帯であり、砂岩と溶岩流が優位を占める。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人種別人口構成世帯と、 家族年齢別人口構成収入と家計、ありがとうございます。